今回のセッションは CDN を活用したウェブ高速化術とマルチデバイス時代におけるウェブ速度の重要性ということで小川勝久様にご登壇いただいております。小川さんは合同会社レッドボックスの代表として10年以上携わったバックエンド技術を生かした総合的なウェブサンプリングを得意とされているということで、なんかすごい盛りだくさんですね。なんかすごいですね。はい、CDN のサービスを広めるために、各種登壇、執筆活動を行っていらっしゃいます、はい、そしてこのセッションではそもそもなぜウェブ表示が速度が重要視されているのか、ウェブ表示速度を上げるために抑えていくおくべきチューニング方法や手順、ポイントの解説とともに、近年急速に普及している CDN サービスを活用した具体的なウェブ高速化手法についてご紹介いただけるということです。皆さんご期待ください。それではそろそろ始めようと思うんですが、準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは、よろしくお願いいたします。皆様お集まりいただきありがとうございます。今回ちょっとウェブ高速化ということで、70スライドぐらいあるんですけれども、駆け足でいきたいと思います。はいはい、ウェブ高速化の重要性ということですね。でちょっと私の自己紹介だけさせてください。私小川勝久と申しまして、合同会社レッドボックスの代表をしております。で、深分散とかウェブ高速化というのをメインにやっているんですけれども、ブログもやってまして、キャッシュ屋ブログっていうので、キャッシュ屋で検索していただくと出てくると思います。はい、で、あと本とかを少し出していたりとかで査読をしたりっていうのをしていたりですね、あと今年に CMS プロレスっていう大会があってですね、でいろんな CMS で最速を決定するみたいなのがあったんですけれども、ワードプレスで挑んで、優勝をいたしました。はい、すいません。はい、今日のアジェンダです。ざっくり言うと3つなんですけれども、まずウェブ高速化って何でするのかっていうところですね。であとは成功するウェブ高速化ってどういうものなのかっていうところと、あとはそのウェブ高速化のスパイスということで、この辺を押さえておけばいいんじゃないかなっていうところをご案内する予定です。はい、で失礼しました。で、ウェブの世界がまずどう変化して何が求められているのかっていうところですね。まずですね、デバイスネットワークの多角化ということで、いろんなデバイスからアクセスが来るようになって、いろんなその回線からアクセスが、来るように変化しています。なので今はほとんどスマホとかタブレットでアクセスする人が多いということで、LINE さんがですね、ちょうどそのスマホの利用者、がもう8割ぐらいで PC を超えてますよみたいな発表をしております。で次にですね、コンテンツの変化っていうのがありまして、テキストから画像とかになって VR になるみたいなですね、ウェブページが読み込む速度っていうのを、すみません、ウェブページが読み込むコンテンツサイズっていうのが増加し続けているというような状況ですね。でこれシスコさんが発表したものなんですけれども、2016年の約7倍ぐらいに2021年になりますよみたいなものになります。ものすごい数ですよね。で、これはですね、転送量、つまりそのネットワークトラフィックの転送量がもう右肩上がりで、なんか 47% 増加するみたいなのも出ていると。なので、モバイルからのアクセスはどん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 増加していって、トラフィックも多くなってくるよと。じゃあ何なのかっていうとですね、やっぱりその低速、不安定な回線から低いスペックのデバイスを使ってですね、リッチコンテンツ、を高速に表示することっていうのが求められてるんですね。なんかかなり過酷な話だと思います。だから PC でいい回線を使っていればそこそこ早いんですけれども、モバイルの不安定な回線からでも、早く しなければいけないっていうところになります。はい、で、これ2018年、今年ですね、ウェブ高速化の年だっていうふうに私感じてまして、でなぜかというと、一番大きいのがですね、この Google のスピードアップデートっていうのが、7月から開始されました。で、ちなみにこれご存知ですよみたいな方どのくらいいらっしゃいます？
あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。そうなんです。まあ、このスピードアップデート何かっていうとですね、今までその、検索のですね、SEO のランキングで、まあ、前までそのスピードっていうのは反映してたんですけれども、そのモバイルアクセスの、まあ、読み込み速度っていうのが、反映するようになりましたよっていうものですね。で、従来まではディスクトップ向けも、モバイル向けも、ディスクトップ向けのページの表示速度で見ていたので、まあ、ディスクトップ向けだけ高速化しておけば OK という状況になりました。で、このスピードアップデート5はですね、分かれます。つまりディスクトップは今まで通りでいいんですけれども、モバイル向けの検索っていうのはモバイルのスピードが、重要視されますよとっていうことになります。なので、まあ、今後はよりやはりモバイルの、まあ、表示速度っていうのが重要になってくるんじゃないかなというふうに考えています。で、一応 Google さん の, その発表によると、このユーザーが本当に遅い体験を提供しているようなページについてのみ影響をします。ただしそれは遅さに応じて段階的に適用されるみたいなことが、アナウンスされています。で、まあとりあえず今早いからいいかなって思っている方、例えばその競合のウェブサイトとか同じようなウェブサイトがウェブ高速化をしてしまうとですね、まあ、対策をしてないページというのはやっぱり遅くなってしまうので、こう段階的に適用される可能性が高くなるということが、考えられます。で、まあ、ウェブ速度が遅いと、まあ、どんなことが起こるのかというとですね、これもGoogle さんが、発表していて、まあ、遅いウェブサイト見られませんよみたいなのをですね、公表しております。で、今2018年のお話だったんですけれども、少し遡りまして1994年にですね、実はこんなサイトがありました。これ、Amazon.com のサイトでですね、見て分かる通り画像がほぼないみたいな感じですね。で、まあ、これなぜ画像がないのかっていうとですね、まあ、画像読み込み速度遅くなるのでテキストにしましょうっていうことで、まあ、早い表示速度をこの1994年から Amazon は意識していたっていうエピソードがあります。でつまり、まあ、2018年確かにウェブ表示速度って重要なんですけれども、まあ、これ今も昔もウェブ表示速度って早いに越したことはないっていうのは変わらないんですね。はい。で、まあ、次はですね、じゃあどういうサイトが実際遅くってどういうサイトが早いのかみたいなところ、ちょっと動画をですね、準備いたしました。まあ、遅いウェブサイトと早いウェブサイトの違いですね。まず遅いウェブサイトから、はい、再生しております。これ、だいたい3秒ぐらいから少し表示されてきて、10秒ぐらいかかってるんですね。で、じゃあ早いウェブサイトはどんなものなのかというとですね、こんな感じです。4秒。はい。なので半分以下ぐらいになってる、まあ、これが、遅いウェブサイトと、まあ、早いウェブサイトの違いですね。で、じゃあ、 まあやっぱりその遅いウェブサイトじゃなくて早いウェブサイトを目指していこうっていうことで、まあ、実際まあ皆さんいろんな対策されると思います。で、まあ、私ウェブ高速化って今まで、まあ、今年度で100件ぐらいコンサルティングしてるんですけれども、まあ、そのうち 70% ぐらいが結構失敗してるんですね。なので、まあ、どうしたら成功するのか、まあ、どうしたらその 70% の失敗を削減できるのかみたいなことを少し一例でご紹介したいと思います。はい。100件以上担当してるんですけれども、まあ、70% ウェブ担当者は失敗していると。で、じゃあなぜ高速化に失敗すると思いますか。これですね、 70% の方実は経験や思い込みによる推測があります。まあ、どういうことかっていうとですね、例えばこうまあ、サーバーエンジニアとかデータベースエンジニアとかいろんなエンジニアいらっしゃいますよね。で、なんかそれぞれ の, 経験のもと、まあ、スペック上げましょうとかテーブル見直しましょうとか、なんか JS コード見直してみましょうとか、まあ、いろいろやるわけですよ。で、まあ、皆さんこれ言ってること正しいような気がしますよね。で、それぞれのまあ推測した遅いポイントっていうのをまあ対策します。で、そうするとまあ、なんかメモリ増えましたとか DB 速くなりましたとかって言って、まあ、みんなこうなんかいい感じになりましたねっていう風になるんですけれども、これ実はこう担当者が見たい情報だけを見てる可能性があると。で、ウェブ高速化って、まあ何かを対策して改善確認をしてっていう繰り返しになるんですけれども、この 1,2,3 ですね、つまり経験や思い込みによる推測をして、まあ、推測した遅いポイントを対策して、で見たい情報だけ見ると
で、そうすると、この繰り返しで予算とか工数とかがですね、なくなってしまって、あ、ウェブ高速化失敗しましたみたいな事例がすごく多いです。で、そのウェブサイト本当に早くなったんですかっていうのをもう一度しっかり確認する必要があるんですね。で、なぜそんなことが現場で起きているのかっていうとですね、実はウェブ高速化のポイントってもうご存知かもしれないんですけど、山のようにあるんですよ。で、少しいくつかピックアップをしてきました。まずバックエンド、これはサーバー側の、高速化の中でよく使われるんですけれども、ネットワークとかサーバーのスペックとか、プロトコルとか、CDN とか、ミドルウェアの最適化とか、そういうところですね。で、次にフロントエンドの最適化っていうところで、実際そのコンテンツをダウンロードした後にブラウザ側で処理するっていう、のが入ります。で、コンテンツの最適化とかレンダリングとかスクリプトの処理とかネットワーク処理とかっていう感じで、大きくこんだけあるんですね。で、じゃあ我々こんなにあるのにどこを初めにやったらいいのかわからないですよね。で、なので、重要なこと、これはですね、推測するな、計測せよというところで、開発の、されてる方はちょっと有名な文言なのかもしれないんですけれども、ウェブ表示速度ってまず調査から始まるっていうのはもう大前提です。なので、これをしとけば OK とかっていうですね、これをしておいたら早くなりますみたいなのをググってやるっていうのはそもそもあまりないですということをまずお伝えしたいです。で、じゃあなぜ、どのようにそのウェブをのウィークポイントを見つけるかっていうとですね、一応計測するツールが何個かありまして、今回2つ、ご紹介したいと思います。で、1つはこれ Google さんが、確か去年ぐらいに、今年ぐらいですかね、去年か今年ぐらいに発表したモバイルページ速度っていうのを計測するテスト前サイトっていうのがあるんですけれども、こちらで計測するとですね、こんな感じで3秒で、これはいいですねみたいなのが簡単に出てくるものがあります。で、もう一つはですね、ウェブページテストっていうのがありまして、これ結構昔からあるんですけれども、我々のそのウェブ高速化してる業界では一番有名でですね、一番使われているものになります。で、何ができるかっていうと、すごい様々なことができるんですね。例えばそのアメリカからアクセスしたときにどうなのかとか、ユーザーエージェントはこれにしたときにどうなのかとかっていうのがですね、計測できるようになってます。で、一応右上の方にこう A とか B とかってスコアが出るようになってるんですけれども、ブラウザが読み込んだ順番とかフロントのレンダリングどこを処理しているのかとか、どこに時間がかかっているのかみたいなところがですね、かなり細かく出ます。はい。で、なので、こういったですね、ウェブを、スキャンして、しっかりモニタリングするっていうことですね。で、担当者の、経験だけで推測して、どんどんやってしまわないっていうところが、当たり前のことかもしれないんですけど、結構、現場では起こり得ているので、まず計測をして、で、適正なモニタリングで、フロント、バックエンドを、適切に高速化していきましょうというのが、70% 削減できることかなというふうに思います。で、次はですね、効果が高い、その3つの高速化トリックみたいのを少しご案内したいと思います。で、このウェブが表示されるまでの工程で、とにかく削減最適化するっていうこと、もうこれに尽きるんですね。はい。で、皆さん、ウェブが表示される工程ってご存知ですか？例えば、購入ボタンをポチりました。ウェブが表示されます。でも、ポチったら表示されるっていう、検索したら表示されるっていうのが普通なんですけれども、実は何回かやり取りしてるんですね。で、まずクライアントからサーバーへ HTML をリクエストするんですね。で、次DB から HTML コンテンツ生成して、ワードプレスの場合 DB からこう生成をしまして、で、クライアントに HTML を配信します。で、ブラウザがその HTML コードを解析して、JS とか CSS とか足りませんねっていうのを解釈してですね、で、その後に、サーバーの方にリクエストをして、で、クライアントにファイルを配信すると。で、全部のファイルが整ったら、レンダリング開始して、やっとウェブが表示されるみたいな、実に8工程ぐらいあるんですね、ざっくり言うと。で、この工程の中で、その最適化、削減っていうのを、行っていただくのが効果的です。で、一つ目はですね、通信、プロトコルの最適化っていうことで、まずクライアントから、
ウェブサーバーまで、さまざまな通信あると思うんですけれども、そこを最適化するっていうところですね。で、ここちょっと技術的なところになってくるんですけども、まず TCP の通信の最適化っていうのは結構重要です。で、これ何かっていうとですね、サーバーとクライアントが通信していいですよねっていう、決まり事をするっていうのがあってですね、で、それ3回やり取りするんですね。いいですよ、いいですか、いいですよみたいなことを3回やります。で、その3回やるっていう通信コースト結構やっぱりかかってですね、で、これが終わらないと、その HTML が配信できないんですね。なので、画像とかのリクエストがいかないと。もう一番初めのフェーズになります。で、ここをどうやってチューニングするのかっていうと、そのクライアントとウェブサーバーの通信になるんですけれども、OS、あとはその OS の中にあるカーネルって呼ばれているところを、チューニングすると。で、キープアライブとか TCP ファストオープンとかですね、TCP スロースタートとかっていうのが、キーワードになるんですけれども、こういったカーネルのチューニングをすることによって、同時アクセスとかが来たときにスムーズに、このハンドシェイクができるというものがあります。で、次はですね、これも通信の後なんですけど、プロトコルの最適化っていうのがありますね。皆さんも HTTPS とかにしていらっしゃって、で HTTP2 にした方がいいみたいなのでなんかされてる方も多分いらっしゃるのかなと思うんですけれども、HTTP2 にするっていうことはですね、プロトコルの最適化になりますね。ちょっと詳しくは時間の関係でお話しできないんですけれども、HTTP1.1 って昔の場合だと、レンダリングブロックしたりですとかね、そのリクエストをしたときに、リクエストブロッキングしたりとかってことがあるんですけれども、2になると並列でリクエストができますので、レスポンスも並列で、されるというものになります。で、HTTP2 というのが、HTTPS が必須。一応必須になります。1.1 でもできるんですけれども、今のブラウザの仕様では、SSL が必須になるので、その SSL の、ネゴシエーションみたいなチューニングもですね、かなり効いてくるんですね。で、OCSP とかですね、 SSL セッションキャッシュとかサイファースイートっていうその SSL の暗号化何使うのかみたいなところを設定する必要があります。で、これはどこで設定するかっていうと、こちらの方が多分馴染みがあれなのかなと思うんですけれども、Apache とか Nginx とかそういったウェブサーバーの SSL の設定のところですね、ここで、オプションを設定してあげると、いうことになります。ですので、通信がした後に今度 SSL のネゴシエーションが走って、でやっとコンテンツが、ゲットできるというところになりますね。で、次です。次はですね、コンテンツサイズの、縮小とかになります。で、今実は、ウェブサイトの中で6割ぐらいが画像コンテンツなんですよ。私1万サイトぐらいクロールしてですね、ちょっと確認してみたところ、だいたい6割ぐらい画像っていうふうになってます。で、画像をもちろん縮小したりするっていうのは必要なんですけれども、まず CSS とか JS とか HTML のミニファイっていうのが結構効いてきます。で、ミニファイ何かっていうとですね、余分なスペースとかいらない文字とか削って、改行とかですね、で1行にするみたいなのがあります。で、これをすると平均でだいたい 15% ぐらい、コンテンツが圧縮されます。ですので、ライブラリを使って、あらかじめ圧縮しておくっていうことは結構、ウェブ表示速度には直結してくると。で、先ほどの画像サイズですね、特に PC 用の大きい画像を、モバイル用に配信している方っていうのがものすごくいらっしゃいます。このくらいの小さい画面なのに、大きい画像を表示してるんですね。で、なので、モバイル用にまずしっかりリサイズするっていうこと。あとは、Chrome とか、Android 限定になってしまうんですけれども、Webby っていう Google が作ったですね、フォーマットがございまして、で、かなり圧縮できるフォーマットがあります。そちらに変換していただくとか、ロスレスをしていただくとか、あとはそのリサイズですね、先ほどのようにしていただくっていうのが、画像サイズの縮小のポイントかなと思います。で、今コンテンツサイズの縮小、物理的にその画像とか CSS とかを縮小しますって話だったんですけれども、今度ちょっとサーバーサイドの話になって、コンテンツを圧縮するみたいなこともやっぱり重要になります。
で、まあ、GZIP で圧縮するって大体皆さんされてるとは思うんですけれども、まあ、あのテキストベースのですね HTML とかのテキストベースのものを10分の1にしてクライアントに圧縮をして配信するという、GZIP ですね。これはあの先ほどのと同じでウェブサーバーの方で、まあ、設定をします。でちょっと一つあのご紹介したいのが、今まであの GZIP で圧縮するってもうあのかなり昔からされているというかそういう技術なんですけれども、あの最近あのグロトリーという、新しい圧縮技術がありまして、でこれはですね GZIP の、と比べて大体 15% とか 20% ぐらいさらに圧縮できるみたいなあの企画になります。で、今対応しているのは一応 Apache も Nginx も対応しているんですけれども、グロトリーってモジュールを入れてコンパイルしなければいけないってちょっと敷居が高いんですね。でさらに Chrome だった時はグロトリーで圧縮する、そうじゃなかった時は GZIP にするみたいなのをちょっと分けなきゃいけないので、ちょっとあのテクニカルな部分が入ってきます。ただ、まあ、あの GZIP よりもかなり圧縮できるので、まあ、大手 あのウェブサイトとかは Chrome とかでアクセスするとあのこのグロトリーで圧縮されてるなっていうのが分かります。はい。で、まあ、あの2番目がまあこういったコンテンツの縮小になるんですけれども、3つ目、はい、これはですね、まあ、表示速度の安定化っていうことで、常に一定のウェブ表示速度である必要があります。これ何でだか分かりますか？例えば私が今ここでアクセスして、あ早い早いと、でそれで満足しちゃいけないってことなんですね。あの例えば、ある通信の時、まあ、ある時間帯にウェブが遅いとですね、もうそれは遅いウェブサイトってこう認識されてしまうんですね。なのであの常にどんな時間でも同じぐらいのスピードにするということが、あの、まあ、ウェブ高速化って結構重要なんです。で、じゃあどうやって表示速度の安定化をするのかっていうとですね、まあ、一番その、手軽なのは、まあ、こうキャッシュを導入するっていうことですね。で、まあ、あの CDN っていうのをあの導入すると、まあ、その CDN でキャッシュをして配信しますので、あのちょうどウェブサーバーとクライアントの間にこう CDN が入るみたいな感じになります。で、キャッシュされたコンテンツっていうのはあの大容量の回線から配信されますので、あの常にあの一定のレスポンスで、配信されるという、効果があります。で、あのウェブサーバーって結構こう共有サーバー使っていたりとか回線も共有だったりするので、まあ、正直そのお昼時なんか遅いとかってことはあの気づかないけどあるんですね。まあ、そういったところをこう CDN で配信して安定したレスポンスにしましょうみたいなのが結構効果的です。で、まあ、その他のトリック何個かあるんですけれども、まあ、レジロードとかですね、あとサービスワーカーを使ったりですとか、あのプリレンダリングとかですね、あとあの HTTP の、 あのサーバープッシュって言って、通常あの画像くださいってリクエストをして初めて画像がレスポンスされるんですけれども、この、 あの HTTP のサーバープッシュを使うとですね、リクエストをしないでサーバーの方からはい画像ですっていうふうに渡してくれるんですね。っていうのは、まあ、あの技術があるんですけれども、あのもしご興味がある方はちょっとググってみてください。この辺もかなりですね、高速化トリックで効いてくるものになります。はい。で次ですね、まあ、今回ちょっとワードキャンプっていうことで、ワードプレス単体でできる高速化ってちょっと1個だけご紹介したいなと思います。で、まあ、先ほど、私3つ、ポイントがありますよってお話ししたんですけれども、その中でワードプレスだけでできることって何なのかなって思ったら、まあ、そのコンテンツサイズの縮小とか圧縮なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、コンテンツの圧縮とかっていろんなプラグイン出てると思うんですね。画像をこれ使ってますとか、あの様々なプラグインあるんですけれども、なるべくその、他の環境とか干渉しないというかっていうプラグインを、ちょっと見つけてきて1個だけご紹介します。でこれライトスピードキャッシュってやつなんですけれども、まあ、先ほどのようにそのミニファイみたいなのもできますし、画像もですねウェッピーにしたりとか、圧縮したりすることができます。で、まあ、先ほどの HTTP の、まあ、サーバープッシュっていう機能ですね、まあ、これを使うのに、まあ、サーバー側でちょっといろいろ設定しなければいけないんですけれども、それもですね、このライトスピードキャッシュは唯一対応していたので、かなり優秀なんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、次、CDN を活用した、まあ、ウェブ高速化についてですね。
ちなみに皆さん CDN ご存知ですみたいな方どのくらいいらっしゃいます？あ、でもすごいいらっしゃいますね。こんなにいらっしゃるんですか？すごいですね。私実は3年前に、CDN どのくらい使ってますかっていうと2人ぐらいしか手を挙げなくてですね。で本当に今CDN って、結構流行っていてですね、昔、大手しかこう使わないみたいな感じだったんですけれども、どんな規模のウェブでも大体 CDN 入ってるっていう状況なんですね。で、ちょっと CDN の仕組みについて、簡単にご紹介したいなと思います。CDN ってですね、コンテンツデリバリーネットワークっていう意味で、ネットワークなんですね。で、多数のエッジサーバーっていうのがいろんなところに、配置されてます。で、ネットワーク的に最も近い場所からコンテンツを配信するっていう、仕組みになります。で、このネットワーク的に最も近いっていうのは結構重要でですね、ちょっと簡単な図を用意しました。これです。まず、物理的に近いっていうのはなんとなく分かりますよね。例えば東京から北海道までと東京から大阪までどっちが近いのかみたいな、大阪ですよね。で、ただその同じ、例えば東京から東京だったとしても、サーバーに到達するまでの、にですね、ルーターっていうものをどんどん追加、経由をして、で、サーバーに到達するんですけれども、その経由するルーターが、少ない方が早いんですね。で、これ上と下の経路を見ると、下の方が、ルーターがたくさんあって、上の方はルーター少ないですよね。なので、こっちの上の方のルーターが最短だよっていうのを CDN が教えてくれるんですね。なので、ユーザーはアクセスするときに、特に何かこう早い経路とかっていうのを選択しなくて、自動でですね、一番最適な経路で、ウェブサーバーに到達するというのが一応 CDN のネットワーク的な、仕組みになります。で、CDN っていくつか種類があるんですけれども、まず一般的な CDN でどうやって設定するのかみたいなところも少しご紹介したいと思います。まず CDN はですね、 DNS レコードを変更して、設定をするんですね。で、これは CDN 適用前、大体ウェブサイトのドメイン名を A レコードで IP アドレスを設定して終わりみたいな、そんな感じだと思います。ただ CDN を導入する場合っていうのはですね、ちょっと違って A レコードを使わないんです。実は、CNAME っていうレコードがありまして、この CNAME を使って、CDN のサブドメインに、抜けるということをします。で、そうするとですね、例えばそのウェブサイトのドメイン名でアクセスをしたら、CDN のサーバーに着信するようになります。で、CDN はもともとの、ワードプレスとかが入っているウェブサイトにコンテンツを取りに行くっていう動作になります。ですので、何かそのコンテンツを書き換えなければいけないというわけではなくて、同じドメインを使うことができて、かつ、DNS の変更だけで元に戻したり適用したり一応できますよというものになります。で、この CDN ができることって結構あってですね、先ほどちょっとご紹介した3つの、プロトコルの最適化とか通信の最適化とかコンテンツの圧縮とか、表示速度安定化しますみたいなのがまるっとできちゃうんですね。で、CDN の仕組みっていうところでちょっと簡単な図をご用意しました。この CDN はですね、まず一番上がキャッシュ前ということで初回アクセスになります。で、真ん中は CDN で、一番、向かって右側が、オリジンサーバーと呼ばれるもので、ワードプレスとかが入っているウェブサイトです。で、クライアントが初めてアクセスするのは必ず CDN になります。で、CDN のアクセス来たらですね、オリジナルのサーバーからコンテンツをコピーして、で、クライアントに配信します。で、そうすると CDN の中でコンテンツキャッシュされますので、次回以降このワードプレスの、サーバーにアクセスが来なくなるんですね。なので、例えば DB の負荷が減ったりとか、ネットワークの負荷が減ったりとかっていうふうに、そういった効果が あります。で、このキャッシュをするときに、実はコンテンツの最適化ができる CDN が結構ありまして、例えばその大きい画像を取得して、で、その画像を、モバイル、これはモバイルだっていうふうに判断してですね、最適なサイズにリサイズしてキャッシュをして配信するとか、
あとはその先ほどのようにロスレスをして、配信するとかということができるようなものがあります。あとまあミニファイとかも自動でやってくれたりするのもありますね。で、まあ、このクライアントと CDN の間っていうのは通信がもう自動的に最適化されますので、まあ、ウェブサーバーにほぼ手を加えることがないっていうのが一番特徴かなと思います。なので何かこう、文字を入れなきゃいけないとか、何かソフトを入れなきゃいけないとか、サーバーの知識がないといけないっていうのが、ないというのが CDN の特徴かなと。はい。で、次です。これ CDN の効果っていうことで、まあ、共有回線とかやっぱり共有サーバー使ってると、この適用最適化前っていうのがですね、CDN 使う前なんですけれども、まあ、結構こうギザギザですよね。これ1日の間の、レスポンスを測定してみたんですけれども、やっぱ遅い時すごい10倍ぐらい遅いんですね。でこれはやっぱりその、まあ、AWS を使っているとか、まあ、VPS 使っているとか、どういうところでもやっぱりシェアの回線になりますので、まあ、安定って意外と難しかったりするんですね。で、まあ、それをこう CDN に入れることによって、まあ、ギザギザがなくなるということで、結構一定のレスポンスで、キープできるようになります。はい。で、実際じゃあ、ウェブサーバーとあと CDN を入れた時とさらにチューニングした時ってどのくらい変わるのかっていうのをですね、ちょっと私のブログで、試験していました。で、これウェブ、一番上右側ですかね、右側がウェブサーバーで、ちょっと名称違うんですけど、ブーストって書いてある真ん中が CDN を適用した時です。で、一番左側が CDN をさらにカスタマイズして最適化した時の、動画になります。ちょっとご覧ください。はい。まあ、CDN を入れると 7.5 秒が4秒になってですね、でさらにカスタマイズすると 1.8 秒になるって恐ろしいことになるんですね。ちょっともう一回再生してみましょうか。ちょっと早いですよね、これ。はい。1.8 秒。まあ、このくらいやっぱり違ってくるんですね。ウェブの速さ。はい。ですので、まあ、その CDN を入れてまあチューニングするっていうのがかなり効果が高いっていうことが、お分かりいただけたかなというふうに思います。でちょっと駆け足になってしまったんですが、早いまとめです。今回ですね、まあ、ウェブ高速化ということで、まず Google のやっぱりアルゴリズムというか、まあ、SEO 対策でウェブ高速化ってすごく重要になってきてるって思います。で特にそのモバイルページスピードっていうのはとにかく向上することがもう必須だと思ってます。で、ウェブの高速化ってもうとにかくもう正しい、測定からスタートしなければ何の意味もないですよということですね。で、あとそのフロントエンドとバックエンド、フロントエンドっていうのは、画像とかをダウンロードした後の処理、ブラウザの中の処理ですね、まあ、JS とか、まあ、そういったところになるんですけども、まあ、そういった部分と、あとそのバックエンド、サーバー側とか、まあ、DB とか PHP とか、まあ、そういったところを適切な対策が必要になりますと。で、まあ、ウェブ高速化、どれが一番その効果が高いのかっていうと、やっぱりそのコンテンツを圧縮していくとか、まあ、通信最適化するとか、まあ、通信速度安定化させる、やっぱりここ3つなのかなというふうに考えています。で、ウェブ表示速度っていうのは、まあ、CDN を使うことによって結構加速しました。で、まあ、スタンダードな技術になりつつありますよというところですね。で、まあ、そのフロントとバックエンド、まあ、それぞれ手動で最適化するのではなくて CDN を入れると、無加工で最適化されてしまうという感じになります。ただ気をつけていただきたいのは魔法のツールではないので、まあ、入れたら OK っていうわけではないんですね。やっぱりそのキャッシュするために HTTP ヘッダーを適切に設定するとか、まあ、ワードプレスであったら管理画面があると思うんですけども、こう WP アドミンで始まるところはキャッシュしないようにするですとか、まあ、クッキー、
とかがですね、リクエストクッキーがこうたくさんいろんなユーザーさんついてくるので、まあ、そのリクエストクッキーをいらないところを削除してなるべくキャッシュするようにするですとか、まあ、そういったキャッシュのチューニングっていうのは必須になるんですけれども、まあ、そういったチューニングをすることによって、まあ、先ほどのように 1.4 秒っていう値を叩き出しております。で、このあたりはですね、先ほど のキャッシュやブログというのがもうすでに適用されている早いページになりますので、ぜひご興味がある方はチェックしてみてください。で、まあ、CDN を入れると裏のウェブサーバーっていうのが隠れますので、何かウェブサーバーをこうアップグレードしなくてもよくてですね、結構その低スペックな、回線を使っていたとしても CDN を入れればカバーできるっていうことが結構ありますね。はい、では次は質問タイムにしたいと思います。あと5分ちょっとぐらいあるみたいですので、何でも結構です。ご質問ある方手を挙げていただけると。はい、どうぞ。持ってきますマイクを持っていってくれます。まあ、ここですよね。10分ぐらいあるんで。10分ぐらいですね。はい。お話どうもありがとうございます。私福井と申します。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、先ほど、はい、これでそのページの速度ベンチマークにするといいですよっていうサービス2つ紹介していただいたんですが、はい、私が個人的に使用しているのはページスピードインサイトなんですけど、はい、あれはあんまりおすすめではないんでしょうか。ページスピードインサイトでもいいんですけれども、そのざっくりとした内容しかやっぱりわからないっていうのがありますね。なので、簡易的に確認するのであればページスピードインサイトとかでもいいんですけれども、まあ、より踏み込んで、まあ、どこにボトルネックがあるのかっていうのを調査するのは、まあ、先ほどのそのウェブページテストっていうのを使っていただくのがやっぱり一番かなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、そちらの方もちょっと確認させていただきます。ぜひ確認してみてください。はい、ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。聞いてきます。お話ありがとうございました。ウェブページの高速化をしていくにあたってその、はい、どのくらいをベースラインに考えるかっていうのをちょっと最近悩んでいて、はい、で特に最近格安の SIM とかスマホが出てきてなんか、はい、こう結構 iPhone を使ってドコモを使っている人となんか、はい、その格安 SIM とかを使っている人でだいぶウェブの体験が変わってると思うんですけど、そうですね、その辺ってそのどのくらいをベースラインというかそのターゲットにして最適化していけば良いのかなって。なるほど、これはですね結構いい質問で、ユーザー そのアクセスする回線が遅いとやっぱりどんだけ対策しても遅くはなっちゃうんですよ。でただ一応その指標みたいのがあってですね、ウェブ そのファーストビューって言われる、初めの、まあ、長いページとかっていうのはフルロードするときに 何秒かかかるんですけれども、初めの そのファーストビューで3秒以下で表示されることっていうのが一つの目安になってまして、であと、TTFB っていう値があるんですけれども、なんか TTFB 知ってますみたいな方いらっしゃいます？でも少ないけどいらっしゃるんですね。ありがとうございます。TTFB って、タイムトゥファーストワイドって言ってですね、先ほどの TCP 通信をした後にHTML コンテンツ配信されるんですけど、その最初の1バイトが、到達するまでの時間っていうのがあるんですね。でこれ実は Google さんで、200ミリセックじゃなきゃいけないみたいなのがあります。で遅いウェブサーバーを使っていたりとか、まあ、シェアのウェブサーバーを使っていたりすると200ミリセック超えてたりするんですよ。でそうするともうそれって、ウェブ その表示速度に直結しますので、まあ、やっぱりその TTFB は200ミリ以下でファストビューは3秒っていうところをまず意識していただくのがよろしいかなと思います。ありがとうございました。はい、なんかちょっとその僕の質問のなんかちょっとずれてしまったんですけど、はい、なんかその3秒というのを、はい、どの回線速度とかどの端末でなんか実現すればよいのかなと思って。そうですね、まずは、一般的な先ほどのウェブページテストとかであれば、大体1メガぐらいの回線を使って、モバイルの、ユーザーエージェントを使って大体3秒
ぐらいで、それ以上遅いものというのはやはりその3秒以上かかってしまうので、一応そのベースとしてはだいたい平均でこう皆さん1メガぐらいは出ると思うので、まあ、1メガ BPS の回線でレイテンシーが100とかそのくらい の値をセットして、まあ、3秒ぐらいで、 PC の場合ですと、まあ、10メガぐらいの回線をベースに、だいたいそうですね、遅延が50ミリセックとかそのくらいで、3秒とかにするとよろしいかなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。他にありますか、おや、あ、こちらに、あ、すいません、ちょっとトイレ持ってきますちょっと素人質問かもしれないんですけども、その CDN を使うと、はい、まあ、世界のサーバーで分散できて、はい、まあ、キャッシュでってことなんですけども、はい、ただ国内とか、はい、まあ、そういうちょっとか、まあ、ちょっと狭いエリアで、はい、導入した場合って、はい、効果っていうのはどれほど出るんでしょうか。そうですね、まず、例えばアメリカにあるサーバーが、アメリカのユーザーが、日本のサーバーにアクセスするっていうふうになるとすごく遅くなると思うんですね。で、まあ、アメリカにその CDN がある場合は、まあ、間違いなく効果があるんですけれども、国内だったとしても、効果はかなり期待できます。というのは先ほどのようにその通信の最適化を自動でして、くれたりですとか、あとやっぱりそのウェブサーバーの方のコンテンツをキャッシュしますので、ワードプレスでいうとそのデータベースの生成するコストとか DB からなんかコンテンツをこう取り出すっていう作業がやっぱり一番コストがかかるんですね。でそこが、まあ、大体10倍ぐらい高速化されますので、国内であっても、高い効果が出ると思います。ありがとうございます。はい、あ、向こう、あ、はい、ちょっとフライングですねありがとうございます。ちょっと私も素人質問になってしまうかもしれないんですけれども、CDN にサーバーにキャッシュコンテンツをキャッシュするということは、はい、ワードプレスオリジンサーバーで、はい、ワードプレスでいろいろコンテンツを更新して、例えば記事が増えていくとトップページの一覧がどんどん更新されていくと思うんですけれども、そういったものが、はい、2、3日前のものになってしまったりとかするんでしょうか。あ、そうですね、まずキャッシュされますので、例えばオリジンの方で更新する場合、例えば画像を更新したですとか、あと、ページを増やしてトップページに記事一覧が出ているような状況っていう場合はやはり古いデータが残ったままになりますので、まあ、その時は、CDN に対してキャッシュ削除っていう命令をする必要があるんですね。で CDN ベンダーさんって大体そのワードプレスのプラグインっていうのがあってですね、で ID パスワードみたいなのを入れると、もう記事を更新って押した時にその URL をキャッシュ削除しますっていう命令が勝手に飛ぶようになるので、まあ半自動で、更新されてくるようにはなってますね。ただキャッシュ削除っていうのはもう必要になりますので、結構こう難しいところなんですよね。ワードプレスとかだとその、関連ページみたいなのがたくさんあるので、結局なんかこう全部キャッシュ削除しなきゃいけないみたいになってしまうんですけれども、まあ、一応プラグインとかを使って、更新したらキャッシュ削除してリフレッシュするという作業は必要になります。はい、CDN のサービスが提供しているプラグイン、あ、そうですね、はい、あとはそのワードプレスとかで、まあ、REST API とか発行できるようなプラグインとかがあれば、だいたいその API CDN のサービスで、キャッシュ削除する API って提供してますので、まあ、同じような感じで組んでいただくか、まあ、あとはその、ご自身でモジュール作っていただいて、キャッシュ削除のモジュールで実行していただくかっていう感じになります。わかりました。はい、配信時間を明確にしたいサービスだと結構厳しい、ですね、一応、配信時間、そうですね、ワードプレスだと空論とかで、予約して時間を決めてこう記事更新するとかってあると思うんですけども、一応そのプラグインとかで、を入れればその空論 の実行時間で記事をキャッシュ削除するっていうふうに動くことはほとんどですので、まあ、そこはあまりこう意識する必要はないかなと思いますね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、キャッシュ削除っていうのはかなり大変です。はい、それだと
ちょっともう時間が迫っているので、その辺で切り上げさせていただきたいと思います。はい、青葉さん、ありがとうございました。